車椅子ラグビーワールドチャレンジ2019島川、新一は日本の車椅子ラグビー選手。熊本県玉名郡長洲町出身。バークレーズ証券株式会社所属。2012年のロンドンパラリンピックに出場した。リオデジャネーロパラリンピックでは、銅メダルを獲得。21歳の時に交通事故により、経髄を損傷し車椅子の生活となる。 1999年夏、車椅子ラグビーを観戦したことがきっかけで競技を開始する。2005年にブリッツを創設。現在まで日本選手権大会で8度の優勝を成し遂げている。同時に2005から2006シーズンよりユスクラでフェニックスヒートの一員としてプレーを始める。2005から2006シーズンのユスクラディビナナイナショナルズで初優勝。 そして外国人選手としては初めてとなるユスクラ、アスリート・オブ・ザ・イヤーを受賞。その後、アメリカ国内リーグに計4シーズン参加し、うち2シーズンは全米優勝を果たす。2016年、彩りの国スポーツ功労賞を受賞。2021年、東京2020パラオリンピック競技大会2本、代表推薦選手に選ばれて、東京大会でも銅メダル獲得。 ありがとうございます。